テレビ番組も放送中、秋田いざたん、よいしょ、いざたん、はい、ということでゲストは秋田いざたんのいざたんさん、そして今度は秋田いざたん顧問としてご出演いただきます元祖爆笑王さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで、いざたんさんは相変わらずの生揚げのお面といったところなんですが、うん、はい、そんないざたんさんにですねお伺いしたいんですが、はい、うん、はいはい、秋田いざたんとはいざたんさん何でしょうか。はい、秋田ゆかりのお店と人見えてる、大丈夫台本見えてる、故郷の食をつなぐコミュニティをキャッチフレーズで、キャッチフレーズにですね、はいはい、秋田の活性化を新しい形で目指していく秋田県人会として、2018年1月から活動をしております。はい、2018年からね、やられているということなんですけれども、はい、この秋田いざたんね、SNS の活動も本当に活発にされているというのが印象的だったり、バンバン発信してますね、はい、バンバンですよいや本当に更新の度合いがね素晴らしいわけなんですが、その秋田いざたんというね、聞き慣れているような聞き慣れていないような言葉があるわけですが、はいはい、この言葉の由来、いざたんさん教えてください。はい、2つありましてですね、はい、2つ、まずは秋田居酒屋探訪の略でございますと、はい、秋田ゆかりの、まあ、居酒屋飲食店を探そう、うん、訪れよう、楽しく飲んで食べようということで秋田居酒屋探訪の略、そして、秋田いざたん、秋田をいざさあですね、探求をして秋田の魅力を再発見しようという2つの由来がございます。はい、ということで、いわゆるダブルミーニングってやつでございまして、さあこのですね、要はこういざお酒を飲んで、また秋田の人はお酒好きですし、そういうことでコミュニティが広がっていく、つながりができていくということなんですが、これについてですね、冒頭でも言いましたけども、伊沢さんさん、番組も例えば絶賛放映中ということで、放送中ということで、はい、はい、現在放送中のですね、うんうん、まず一杯やるすべ、シーズン3、うん、シーズン3、熱さましいを醸す夜ということで、はい、放送させていただいております。はい、うん、まあ、秋田ケーブルテレビさんと、まあ、秋田いざたんとのタッグを組んだ、まあ、秋田の魅力を 再発見するトーク番組ということで、はいはい、今年の4月からちょっとリニューアルをさせていただきました。サブタイトルもつきました。はい、サブタイトルついてますね、うん、はい、はい、秋田魂を醸す新たな夜ということで、はい、素敵なサブタイトル。シーズン1シーズン2は私出まして、はい、いっぱいやるっす、はい、何がいいかというと、はい、秋田県出身の私でも東京でやっぱりこれは秋田県の人と喋ってみたいなっていうのがあるじゃないですか、はい、だから、こういう機会を持ってもらうと、うん、秋田県人同士での喋り、はい、秋田弁で喋って、はい、秋田弁で、はいはい、それこそ喋る。なおかつこの居酒屋さんの何軒くらいありますか、首都圏には。首都圏にはですね、うん、一応正確に200店舗くらい、200店舗くらい、今日は秋田県出身でお店持ってる人がいるわけですから、はい、そのお店に行きますと、うん、そういうような秋田弁で秋田料理を食べながら、うん、それを収録してもらって放送していただけるという、うん、まあ、一石二鳥というかですね、うん、感じでやっております。さすが顧問、フォローありがとうございます。爆笑さん顧問ということで、顧問という形でね、だからそれが、はい、まあ、ケーブルテレビさんのおかげで、うん、その出ることになって何とか出て、はい、一緒にやっておりますし、うん、この今 MC やってる高田君は、はい、中学校の後輩ですからね、うん、何がいいってやっぱりこう東京でさ、いっぱいあるわけですよ、うん、そのお店がいっぱいあって、うん、はい、グルナビで調べるじゃないですか、はい、でも、うん、グルナビで秋田料理ってもなかなかさ、うん、そうですね、そんな時このいざたんで検索すると、パパパパって出てくる、うん、で詳しくはこのオーナーは五条目町出身だとか、うん、角野出身だとか、うん、その出身地まで書いてある、うん、で料理名も書いてあるわけ、うん、で大体きりたんぽ以外のその純菜鍋がありますよって言ったらさ、みんなわーって見る、うん、そうですね、これが一番いい、うんうんね、ということで、まあ、秋田の魅力というのも、ね、うん、詰まっているこの、まあ、秋田いざたんなんですけれども、うん、まあ、こちらの番組ですね、なんとリニューアルということですけども、うん、そのリニューアルポイントも教えていただきたいんですが、うん、ポイントはですね、はい、まずタイトル、最初のオープニングですね、ええ、オープニングを CNN さんがかっこいいものを作っていただきましたので、かっこいいオープニング、はい、それが本当に気に入ってます私、はい、まあ、個人的にも気に入ってらっしゃる、はい、はい、そして、新しいコーナーということで、今 VTR ね映ってますけれども、うんうんうん、最後にですね、はい、一筆書いていただくコーナーを、なるほど、ね、設けまして、色紙に、はい、
あの番組のこうまとめというかですね、まあそういうところで秋田へのメッセージであったりとか、はいはい、自分の心情をちょっとまとめていただくようなコーナーを設けました。で3つ目が、はい、秋田の新しいコーナーや商品とか、はい、おすすめの商品を私伊沢丹自らがプレゼンするというコーナーも、はい、追加をさせていただきまして、うん、よりこう魅力たっぷりの番組ということでリニューアルさせていただいております。そう、決してだから顔を出しちゃいけない人じゃないんですよ。でもで、ね、まず一応ね、ちょっとあの演出上ちょっとあの、はい、演出上なんだけどね、やっぱり、まずい人なのかなと思われちゃうんですよ。ちゃんとしたちゃんとした人、はい、一応やっぱり秋田のね生ハゲということで、はいはい、秋田県人でありますよという象徴でもありますもんね、うんうん、出す出す。秋田伊沢丹何号でしたっけ。1号でございます。2号3号っているんでしたっけ。2号3号います。いるんですか。いるんですか、はい、いるんですか、はい、俺も会ったことないです。まだお会い、あの合わせたことありません、はい、でもね、まあそういうことで一生懸命秋田をね、はい、発信してますので東京で、ね、頑張ってもらいたいですよね、はいはい、と、ということで、まあはい、リニューアルの、ね、魅力的なポイントもたくさんあったわけなんですけれど、うん、YouTube でも見ることができて僕もあの番組見させていただいてますけど、うん、見てますか、はい、もちろん若松も見てるよね、はい、はい、もちろん見てますよ。見てない顔してんじゃないよ。絶対見てない、はい、見てます。 YouTube でこれはやれるよ、うん、え YouTube でも見られるわけで、もちろんもちろん、はい、チェックしますよ。すごいあの楽しそうだね秋田。じゃあ秋田に顧問は僕ともう一人誰ですか。顧問はもう一人誰ですか。顧問顧問、うん、顧問なんていませんよ。いるんだよ。二人います。秋田にゆかりのあるゲストを迎えて楽しくこの顧問の方がすごい有名な方よ。えその方にハマればね、うん、結構いいことがあるのに、うん、こういうことがやっぱり売れない理由だね。めちゃめちゃ言うじゃないですか。そんな言わなくてもいいでしょ。若松頑張れよお前。すいません今日はなんか、ね、頑張るけども本当にそのぐらいあの秋田の魅力が入ってますし、うん、まあ、いろんなあの要は秋田で頑張ってる明日の方も出るということであの、うん、この番組魅力なんですが、うん、今回ですね、うん、あのそのまあリニューアルもしました、うん、はい、あのまず一杯やるすべシーズン3、うん、秋田魂を醸す夜なんですけども、うん、今月はですね5月26日日曜日に CNA 総合で放送ということでございますよ。今回も非常に魅力的な感じがしますが、うん、見どころぜひぜひこれね教えていただきたいんですけれども。そうですね、あの、はい、普段ね聞けないあの秋田の女子寮がですね、うん、神奈川にあります。その女子寮、女子寮、そのエピソードをですね、秋田の女子寮、はい、あるんですか。神奈川にある、神奈川にあるんですけど、その生活エピソードを大丈夫な、大丈夫な、大丈夫、大丈夫です。でも逆に気になるけど、お前女子寮薄いような恋よ、そういうことじゃなくてでしょ。いやいや、秋田県人の方の寮ってことですよね、うん、はい、そうです。秋田県人が集まる寮もあるのよ、はい、東京だってあの下北沢にもあるの、あの男だったら、男だったらそれで東大の近くにもあるんだよね、ああいうのがあった秋田県人寮っていうのがあって、学生さんの寮ですか。そうそうそう、学生専門の、でそれを神奈川にあるのは秋田県人女子寮ってことですね。そうですね、はい、その裏側を聞けるということですね。そうですね。あら、それは聞きたい。裏側といっても朝昼晩キレタンポ出てきますみたいな。それはそれで嬉しいけどもという、まあまあ、あのそういうことで、ね、言える範囲での、ね、そういうことは、はい、さらにどういったのがありますか。うん、そうですね、まあ、誰もが知っている、はい、元メジャーリーガーとの CM 共演のエピソード、うん、裏話エピソードを聞けます。誰もが知っている、言っちゃった方がいいんじゃないのね。じゃあ、はい、誰ですか。え、言っちゃっていいの。公表さん、イチローさんですね。おー、マジ、イチローとこの方が共演してるということなんで、はい、ぜひそうです、はい、竹内香奈子さんですね。はい、竹内香奈子さん、はい、近藤出身ですね、はい、はい、香奈子さん、うんうん、あ、王様のブランチとかも出られてたんですか。そうです、そうです、はい、だから意外とほらあの東京に住んでる方だから、はい、いろんな芸能界とか業界の日で会ってきた人も出てるんですよ、うん、このだから、うん、ね、いっぱいやるすべきそうですだから、ね、はい、元ダイナイさん、元アイドル、元女優とか、なるほど、元お笑い芸人はまだいないかな。まだいないですね。こちらあのシーズン3ということなんですけども、うん、シーズン3は最初どなたが出られたんでしょうか。最初はですね、初回は、あ、初回はですね、はい、辰田晴美さん、辰田晴美さん、はい、歌のお姉さんですね。へえ、はい、ということで今画面に出てますけども、はあ、はい、辰田さんの回も面白いです、非常に、お、ちょっとこれも、はい、はいはい、秋田駅でスカウトされて、うん、秋田駅で、そうですね、ちょっとあのフリーペーパーの、表紙を飾って、うん、そこから怒涛の芸能界デビューということで、うん、結構
すごい方です。そうですか。詳細は番組でね、まあ、YouTube とか見ていただけるということですね、うん、はい、いや爆笑さん、これやっぱ秋田の、うん、まだ見ぬというかこれから知ることができる人の魅力も詰まってますし、そうなんですよ、ね、秋田県出身で東京で活躍してるってやっぱりいっぱいいるから、うん、そういう人をね、うん、やっぱりどんどん取り上げて、うん、なんだ、まあ、うん、秋田県の人も頑張ってるよと、うん、だから秋田帰っても頑張れるしとかね、うん、東京頑張ってる人も、まあ、秋田という秋田愛は忘れずにやってることがいいと思いますね、うんうん、そうですね、はいはい、あの成田洋一監督も出てますもんね。そうなんですよ、あの人ね、映画、はい、ね、監督でやっぱり当たってね、うん、すごいですよね。だから顧問的には逆にした方がいいんじゃないかな、やっぱり成田さんも有名だから、うん、はい、あの私も頑張らなきゃいけない。急に伊沢丹さんを悩ます。頑張りましょう。結構プレッシャーかけられるんだよ、あの成田さんの映画良くてね、岩博さん映画はみたいなこと言うから、ね、それの分野がありますこれは。そうそう、お笑いしかダメなんで、はい、いやいや、まあ、著名な方もたくさん出てらっしゃいます、はいはい、こちらですね、 CNA 総合で5月26日日曜日から放送されるということで、はい、ちなみにこれ伊沢丹さん CNA に加入されていない方を見るチャンスはあるんでしょうか。散々言いましたけども加入されてない方もですね、はい、秋田ケーブルテレビさんの新アプリ、はい、アプリで、はい、あとは、秋田伊沢丹 YouTube の方でも、アップされておりますので、はい、ぜひご覧ください、はい、伊沢丹 YouTube で出てきますね、はい、はい、ぜひこちらも、見ていただきたいと思います、はい、ではおしまいになりますけども、視聴者の方にメッセージをお願いいたします。じゃあ伊沢丹さんからでよろしいですかね。はい、いいかな、はい、お願いします、はい、はい、まず東京でですね頑張っている秋田県出身者がこんなにたくさんいるんで、とにかく一人でも多くですね紹介をさせていただいて、東京と秋田の距離をこう縮めるというか、番組を通じてですね、できるように今後とも頑張りたいと思いますので、応援よろしくお願いいたします。ありがとうございます。では顧問の爆笑さん、メッセージお願いします、はい、世界一秋田愛が強い男、元祖爆笑は顧問をやってる限り、はい、この秋田伊沢丹をですねどんどん盛り上げていきますので、どうか皆さん一つよろしくお願いいたします。はい、秋田より盛り上がっていくことでしょう。はい、ということで本日のゲストは秋田伊沢丹の伊沢丹さん、そして秋田伊沢丹顧問の元祖爆笑さんでした。お二方ありがとうございました。どうもありがとうございました。手花伊沢丹やっていただいてありがとうございます。